アンティーコエスティチュートディボタニカプレッソエル、オルトボタニコデル、ユニバーシタディピサピサ植物園、またはピサ大学植物園はイタリアのピサにある植物園である。医学教育のために大学に作られた植物園としては最初の植物園とされる。1544年に初代トスカーナ大公、コジモ一世の下でヨーロッパで 最初の大学教育のための植物園といって創設された。巧妙内学者、植物学者のルカギーニと弟子たちによって各地の植物が集められた。最初、アルノ川沿いの造船所近くに作られた植物園は1563年にピサのサンタマルダ修道院の近くに移され、1591年に再び移転され、現在の場所になった。 これらの初期の時代から植物園には、博物学の展示館、図書館が含まれ、歴代の園長の肖像画が展示されている。ありがとうございます。